ポンポンポンっていう歌があるんですよ、はいはいはい、後ろから流すとひじきに関して、これ実はじゃじゃーん、もっち悪っ、やばい、第6回ゾッとする雑学、イエーイ、最後いただきまして、はい、恒例となりましたゾッとする雑学王、はい、もう第6回目です。本日はね、初参戦の方もいますよね。おあれあやばいやお前、早くぶっ飛ばすよ。よろしくお願いします。無限に優勝してもいいんですよ、もうやっちゃいます。この企画一番美味しいです。そうだ、なんでかっていうと参加費やるんだ。あーそうだ、ただ一人1000円ずつ徴収して、はい、優勝者あげよ、今日はあげよ、レイズ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 マジでしてた、2000円でいいですか、行きましょう、今日はじゃあやっちゃいましょう、2000円じゃあ勝てるか、まあまあ確かにね、いやまあいいっすよ、俺にいいのか聞いてほしいけどね。確かに優勝できないな。俺参加費が上がってるから。はい、ということで今ね、はい、参加費全員から1万2000円徴収いたしました。優勝者だけこれもらえる。いや、これいくよマジで。誰からいきます。はい。もう一問。皆さん、エビフライは尻尾まで食べますか。エビフライは尻尾まで食べますか。知ってるわ、俺知ってるわ。やばい、絶対ゴキブリやん。エビフライの尻尾は、ゴキブリの羽と同じ原料でできてます。まあ、これは有名です、有名です、これは有名ですわ。ところがところがところがないところが弱っ、しょぼっ、待って待って待って、6回ってレベル上がりすぎ、リボン置いててもうこの3人経験値半端ない。レベル2、ビビるよ、それだ、うわお前。京平さん20超えてから、あれ1年早くなったのとか見ません？おります。人生の体感時間、はい、人生の半分は19歳らしいっす。だから19歳超えると一気にもう視野と加速していくっていう体感上ね。うんうん、そう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 、まあ、やっぱのりさん違うでしょ、全然違う、こんなクオリティじゃないでしょやっぱ。もうね、楽しませてくれよ、言っちゃってください。皆さん結構なんか便秘とかなりますよ、ね、たまにね、まあまあまあ、その病気っていうのがあって、うん、腸閉塞っていう病気があるんですよ。まあそれはあの腸の働きが悪くなって、もう便が出なくなる、うん、じゃあ便が出なくなったこの最大どうなるかっていうと、うん、口からうんこ出ます。どんどん上がって上がって、そうで、こっからグーってマジでうんこが出てくる、ゲロとかすごい人いんの、いるいる全然、そういう病気なんです。ここがもう無理、何の言い訳なんだっけ、腸閉塞、腸閉塞、腸閉塞4、5年前に食べてましたもん。あーそういうことか、いやもうどうがないか、そうがないんですよ、今ないです、そうがないんですよ、逆閉塞、逆閉塞、自分が入れてよ、入れてよ、閉塞してない。これはね、しかも斬新だね、知る由もない角度が入ってる。いや怖いね、こういうことです、そういうことですね。じゃあリボンさん、まあ、ゾッツ見させていただいてました、ほんまー、見させていただいてました。一リスナーがね、ゾッツってやっぱり大事なのってこの身近にある恐怖、はい、これは大事だよね。僕が持ってきたのは身近な食品に関して、おー、はい、ひじきに関して、これ実はヒ素という毒素が入って、おーヒ素ね、毒素が入ってます、ひじきで毒素が入ってます。実はイギリスとかでもうこれは食わないようにしてくださいねって言われてるぐらいヒ素が強いんですよ。やばい、そう、すげえの持ってきた、基礎が強くて、でただこれもちろん安心してください、これちゃんと水で洗い流してるから、ちゃんと調理してるからちゃんと害にはないだから、ふざけて何もしてないひじきをもう食べてしまったらもう終わりです。あなた話し方がうまかった、いやよかった、確かにね、あなたたちやばいです、よかったよかった、語り口調これ大事なんです、ありがとうございます。これ僕のテクニック79にある、おおすごい、あんまり大輝さん、はい、まあみんな嫌いだよねゴキブリね。俺とかよくさ、ゴキブリを始末してるじゃないですか、うん、頭をバーンってやるじゃないですか、うん、勝ちだと思いますみんなやっぱり、まあ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 、大体はね、なんと2週間生きてるんですよ。それでも、頭切っても、切っても生きてます、はい、生命力強すぎ。え、じゃあ殺してティッシュで丸めて捨てるじゃん、はい、あれ生きてる、生きてます、生きてます、あんなじゃずっと揉み続けて、はい、そうです、腸が止まらない、おぉ腸が止まらない、これは当たった、これちょっと補足なんですけど、1匹いると100匹いるっていうじゃないですか、あれは製造時間が長いからその間に卵を、うわぁやばいやばい、うわぁやばい、これだけでいいんじゃないですか、え、なにそれ、ないないそれ、ないなんやそれそれ、なんやそれ、乗ってますね、乗ってますね、いいねー、今からもうこれがもうこれ
思うから。これがまだなんと皆さん1周目ですよ。はい、ここからは恒例の2周目入っていきます。はいはいはい。じゃあね、秩父のね、くだらない方から。いや、否定していいのかもわかんないよ。カリーパムパムって歌詞言いますよね。はいはい、はい、その中にポンポンポンっていう歌があるんですよ。ありますね。あれ逆再生するとある言葉が浮かび上がります。ポンポンポン、後ろから流すとねっていう言葉が結構入ってるんですよ。はいはい、うん、その途中に世界の終わりっていうのも入ってるんですよ。あー、そういうことか。ずっとしずっとしずっとし。でも世界の終わりはこの意味はセカオワのあの人と付き合ったっていうことなのかはわからないんですよ。うわ、すごいやん。これはもう謎なんですよ。ちょっと闇が深い。どっちかというと都市伝説も都市伝説ですから。確かに確かに。じゃあ優勝ね、もう余裕って言ってる京谷さんですね。任せてください、はい、このカーペットあるじゃない。うん。これ誰の、はい、緑のは、まあ僕が買ったやつですね。ああ、何年前それ。2年前ですね。カーペットとかマットレスとかあるじゃん、5年後には重さが2倍だってんですよ。っていうのは飲みやダリの死骸とか糞がたくさん撒き散らされるから、その期間に重さが2倍になってしまう。喋り下手すぎない。なんでもっと上手くいけば怖かったよそれ。え、確かにマジでみんな分かった。え、どう、これいるんだろ、いけると思った。なんかカーペットって言って、まあ、飲み屋ダニだ。うん、そうなので、なんだなんだなんだマジマジ怖くない。飲みか、これ飲みとかダニは怖くないんだよ。ふんだよ、ふん。ちっちゃすぎて見えないし。ああ、負けたわ、次いって。うわー。はい、ほんじゃ私は画像使わせて来ました。高等テクニックその1。せこいな、この画像を使うやつ。視覚で訴える感じで、ね、ベースが本当に頭おかしい人が多いんで、うん、なんかこれ何みたいな。あ、これなんですけど、うん、パンみたいな、うん、銃ピストル。そうそう、ピストルをなんかそのレプリカとして作りましたってやつなんやけど、下手すぎないみたいな。もうなんかいびつだね。そう、めちゃめちゃこれオランダの芸術家が作ったんですけど、うわ、これ、これ自分の皮膚です。腹とかじゃない。そう、多分腹。それ俺それ牛の皮膚かと思って、牛。いや、自分の皮膚っぽいもんな。ゾっていうかなんか苦手。苦手。気味が悪かった。はい、じゃあリボンさん。はい。ニュースに隠されてる言葉の意味についてなんですけど、全身を強く打った。あと、複雑骨折。あれ、あれ、待って。あれ、まだいいよ。つけて、いいよ。ってわけじゃなくて、この2つ、どっちも骨がめちゃめちゃ飛び出してるんですよ。ところがだよね。なんだけど、なんだけど、めっちゃ怖くない？多分これやったんだろう、見逃してんだろうね。いや、やってないです。やってないんだけど、ただもうなんか当たり前の雑学みたいな。そうなんです。もう我々からそう。これ、見てる人に、これ、見てる人にも、エビフライは尻尾まで食べますか？これ、見てる人にも、やっぱね、その雑学を教えてあげたいとか知ってほしいみたいな。お前勉強したのかよ、考えろよ今。じゃあ大輝さん、もうこれ僕勝ちですよ。僕も画像用意してるんで。お見せしまあ、まずね、話します。寄生虫、わかりますね、皆さん。出た。寄生虫って治療法があるんですよ。やっぱり自分の中にいてもなんかの塗れば出てくるんですよ、その寄生虫が嫌いなものがあれば出てくるんですけど、寄生されたら助からない寄生虫が一匹だけいるんですよ。それが餓食虎虫って言って、それが体内に入ったら致死量 100% なんですよ。何から感染するかっていうと、お肉。この画像を見てください、こいつらです。ちょ、ごめんね、SNJ だから。じゃじゃーん。気持ち悪っ。やばっ。これ寄生したやつらが繁殖してるんですよ、体の中に。ぶわーって。これ繁殖とか、一匹でも取り除くのが、びっくりしたな、もう終わったかと思った今。もうマジでやめませんか。久しぶりだからもう本気出してきたもんと。一番身近だと馬肉。ああ、やばい、大好きなんですよ馬肉。朝日とか普通に食うじゃん。めっちゃ食うんだ。ヘビ、カエルが一番危ないらしい。一旦おさらいしましょう。ひじき、ひじきに毒が入っている。あとはもうニュースのさっきの。そうですね。矢田駅さんがゴキブリ寄生虫。キャリーパムパムと、あ、そんぐらいかな。そんぐらい。キャリーパムパムと、あのエビフライ。なんだっけ。俺なんだっけ。え、なんだっけ。なんで覚えてる。カーペットと、体感時間。体感時間。はい、のりさんがこれ超閉塞と皮膚で作った皮膚。ああ、はいはいはい。まあこれね、別に総合点じゃないですからね。そうなんですね。そうなんですね。そうなんですよ。第6回優勝作品は、超閉塞。よっしゃー。まあまあ確かにね。俺と大輝のゴキブリでもやってたんですけど、ゴキブリ
人はやっぱね、よく出てくるのよ。まあ確かにね、全く知りもしないやつが入ってきたから、よしその加点、加点分こっちがちょっと勝ったから。なるほど。うわ気持ち悪くないですか、だって便秘マックスの間口から出てくる。やばい、えぐいでしょ。ちょっと無理出来ましたね。はい、ということで、はい、じゃあ第6位はノリスさんでしたということで、やったー、うわ、初優勝、初少しでもためになった、もしくはゾッとした方、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは次のゾッツツでお会いしましょう。バイバイ。